Welcome to Power Park! ここはパワーパーク。楽しんでね。僕はワンダー。ハッピーです。よーし。ここでは。そうそう。パワーパッドを使ってみよう。やったね。できちゃいますよ。やってみよう。グッジョブです。ここでは遊びに来てくださいね。ここでは使ってみよう。やっちゃいましょう。できちゃいますよ。オリジナル選手が重要だよ。うんうん。これで終わり。いっぱい遊びましょう。エンジョイパワーパーク。ようこそ。ここでは注意です。目指しちゃおう。説明しますね。やってみよう。オリジナル選手が重要だよ。ここがポイントです。できちゃうんだ。できちゃいますよ。次に進んでみよう。有利になりますよ。できちゃいますよ。選んでみよう。いらっしゃい。そうそう。まずはこれだね。それでは。そして
ここがポイントです。これ重要だよ。それでは注意してね。重要です。やってみよう。さあ皆様お待たせいたしました。今日はここ回転寿司ドームにて注目のゲームが始まろうとしています。それでは早速参りましょう。まずは三塁側、先発投手の状態ですが、今日はどういった投球を見せるのか。そして対する一塁側、先発寿司サバでは、そして重要です。頑張ってください。さあ目が離せない展開、高校チーム同点のチャンスです。1番バッターが打席に入ります。まずは振り出しに戻しておきたい。打ちました、掴みました。高校チーム勝利を収めました。非常に熾烈な戦い、僅差で逃げ切った。さてお送りしてまいりました一戦は、高校チームなんとか逃げ切って、おめでとう。寿司サバではいいことがあるよ。気をつけてくださいね。選んでみよう。ここがポイントです。オリジナル選手が重要だよ。そして注意してね。寿司サバでは、そして来ちゃいますよ。大丈夫ですよ。これで終わり。楽しんでくださいね。皆様お待たせいたしました。今日はここ河川敷球場にて注目のゲームが始まろうとしています。それでは早速参りましょう。まずは三塁側、先発投手の状態ですが、今日はどういった投球を見せるのか。そして対する一塁側、先発
さあ手に汗握る展開となってきております。高校チームやばい展開になってきました。打席には3番バッターが入ります。また空振り、少し迷いが出たか。内側危ないボール。さあ次は何で来るか。バットを出しません。もう高校チーム先制の勝負どころで踏ん張っています。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。さあ4番が打席に入ります。まずは初球、ナックルカーブはストライク、高速スライダーはストライク。さあ次のボール、最後はまさに魂の一球。高校チーム先制のピンチをしのぎました。さあ手に汗握る展開となってきております。高校チームピンチを迎えます。8番バッターが打席に入ります。第2球は高速スライダーはボール、完全なボール球、打ちました。弱い打球が左に切れていきます。ファウルボール。さあ勝負してくるのか。低めのボール引っ掛けた、内野ゴロ、セカンドこれは守備範囲内、アウト。これで3アウト。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。2回の表が終わって0対0、高校チーム先制のピンチをしのぎました。面白い展開になってきました。高校チーム先制のチャンスです。打席には7番バッター。さあここで決めて有利に進めておきたい。打った、2塁ランナー3塁へ抜いていった。いいバッティングを見せました。8番バッターが打席に入ります。得点につなげたい。投げました、打った、ファウル。ボールカウントノーボールワンストライク。打ちました、ファーストの2人ゲッツーコースター。はい、一塁へ。高校チーム1点先制、1対0。今の先制の場面リプレイでご覧ください。打席には9番バッター。このままどんどん攻めていきたい。打った、ファウル。カウントワンストライク。打ちました、カウントツーストライク。打った、これはゲッツーか。ボールを掴んだ、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2回が終了して1対0、高校チームこの回1点を入れ先制しています。高校チーム追加点のチャンスを迎えました。打席には2番バッターが入ります。初球を打った、掴んだ、ベースカバー、取ってアウト。チーム見事な戦いで白星を挙げました。なんとも美しい戦いっぷり。さてご覧いただきました一戦は、高校チームなんとか逃げ切って勝利しました。